はい、Welcome to the Gundam Online。今回は、このアティラリー、オデッサ沿岸部ですね。なかなか厳しい試合が続きます。まあ、厳しくない試合がないんですけどもね。今のガンダムオンラインノラはそんな感じですね。それによってだいぶ印象は変わってくると思うんですけども、まあ私はそう感じるよっていう話であって、ですのでその辺は人それぞれということで、まあそう感じる人もいるよーっていう話ですな。デフレしましょうよって感じですけどね。あ、硬い。おお、後ろか。いや、あれが言ったことは分かってたんですけどね。 Y 押し切られてる、当たり前のように。マジか、マジか。って感じですね。ね、なかなかね、自由にできない。いやだからね、もうずっとジャブローかニューヨークか、まあ、これも最近はもう激きつなんですけど、ものすごいきついですよ。マジかっていうぐらいきつい。まあどこもきついんですね。接戦みたいなのがほとんどないですからね。それがちょっとね、どうなのって感じですね。対人ゲーとして一方的な試合がすごく多い。昔も今もですけどね。このゲームの特徴ですね。一方的なゲームがすごい多いんですね。ね、どうにかなってほしいものですけど。ポイポイまでですよ。前出れないからね。機体が出てくるまで。
おお、素晴らしい、マジか。まあ、だけど、素晴らしいですね。さっさと、さっさと前使い捨てましょう。もうケンパーのね、間です。してますか、そろそろ。よいしょ。燃えろ燃えろ燃えろ。さあ湧くしかないね。あ、これ止めるしかない。止まんねえかな。あー、入ってしまいました。残念。見てたんだけどね。速攻壊れる。速攻壊れる。火力インフレしすぎだろ、このゲーム。ドインフレですよ。あっさりと決められましたからね。いやー、光栄が多いんだ。私も一人でいいんやけど、これ使ってるからね。きついゲームだなー。いや、タイミングとかよりも、奪いたかった。いけたんだけどなー。声が多いとね、そういう感じになるんですよ。めっちゃ数の差がある。きついゲームだ。こけねえし、のけずればしない。いいですね。当たり判定の差ですから、これが横にものすごい広くなるんでね、結構空中での被弾率は高いです。ドムの時からヒットボックスはずっと言われてるんですけどね、全然改善されない。てか私は少なくとも言ってるんですけど、ドムの時からデーブはやめろってっていう。減りすぎ。止めるときから何も学んでないんです、この上は。開発は。
という感じでしょうか。機体がオランドを まあ、だから本当にね平等にして両チーム疲れを詰めるように思うんですけど、なぜそれをしないのか。非常に不可解ですね。援軍か、私のために同胞に働いてもらうぞ。まだまだ余裕で捕らえる。おい、なんだこれ、すべてのポイントを余裕で捕らえる、厳しいですね。機体がいねっつーの。スピードがね、最高速度が 3% だけ上がる。この画面で撃てれる。素晴らしい、出ますね。硬すぎだから、硬すぎ悪く、次は誤補給行かないとダメですね。行かないとダメ。しかし復活するポイントがないのがちょっときつい。左しく、おお、固まった。エースを突っ込ませるのっていうのもありなんではないでしょうか。こけおった。敵の核ももう一回なんか来そうな気がしなくも、1持っときゃ最悪、1持っとけばここのルートが開くんで1取っとくと楽なんですけどね。今のこの状況で言うならばですけど、本当バンバズゲーっすな。当てや。避けないっす。こけなかった。あ、そしてこっちはこけたっていう悲しみ。機体がいねえんだよ。
こうぜ。そしてなぜ、あ、なぜ誰も出ないのか。ココロンダーだと笑えない。おとりになれば、私がおとりになれば、慣れてねえな。おとりにすらなれなかった。滅べよ。厳しいね。まあどのマップでも今は厳しいですね。基本は厳しい。あ、これ詰んだこれダメだ、これダメですね。期待がない、期待がねえっす。終了、これが死んだら終わりです。このゲーム終わり。流れ玉、完全なる。しかし私はもう機体がいないのだった。あと6分、1分だからね。無理終了しました。どうすることもない、期待がない。ラーメンタイム。出撃する地点を選択してください。まあしばらくなんか大きなアップデートもなさそうなので厳しいですね。出れません。出れない。終了しました。そんな感じでございました。いやー、あって、普通に押し切られて決められちゃいましたね。厳しいね。普通に。個人評価の報告です。なかなか、マゾゲーです。基本、このゲームを経由するならマゾゲー。ノラはマゾゲーです。そんなゲーム。厳しいですね。淡々とやって、とりあえずね、今日ね、チャレンジがあるんですけど、なんか、チャレンジがあるから、無理にやって、なんか、ないぽよーになっちゃうんでね、どうしようかなって感じですね。そんな感じでございました。
それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。